もチーム。はい、かわいいですね。ということで今日はピクサーピクサーピクサー展、合ってますか？ピクサーピクサーピクサーに遊びに来ました。はい、また大好きなディズニーです。めちゃくちゃ可愛くないですか？もうすでに今日はそのピクサー作品の展示がたくさんされてる展示会に遊びに来ました。あとグッズもたくさんあるみたいなので、もうすでにテンション上がってます。ポスターが可愛いですよね。なんか手書き風な、ひもたくんもいるよ、ディズニーの人に怒られちゃった。いつもサリー似てるって言われてるんですけど。似てません？いやいや、似てないでしょ。でもディズニーの人に怒られちゃうかもしれないから。はい、怒られます。ダメですよ、カットです。ダメです。じゃあ早速行ってみましょう。キーキーとしたおもちゃの活躍を描いた。さあ、あなたのお気に入りのピクサー作品やキャラクターを見つけましょう。じゃあみんな一つずつ見つけてくださいね。あ、今回、まあ、展示しながらそのまま買えるっていうのが一個魅力としてあって、そのまま買える、買える、購入できるっていう、買える、その、あ、この作品すごいいいなと思ったグッズをその場に置いてあるので。あ、そうなんだ。そうなんで、まあ、今日はカゴを持っていただいて、もし欲しいなと思ったらカゴに入れていただければっていうところと、もう一点、もう一点あるんですよ、はい、もう一点が、あのなんとミッキーマウス展と同様、隠れピクサーアニメキャラクターが隠れてますので、ぜひ探してみてください。ミッキーマウス展同様、あ、この辺りちょっといますよっていうのを僕らがお伝えするんで、ぜひ探してみてください。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。ここら辺、あ、これディズニー問題でした。これがトイストーリーの元になったみたいです。このロボットちゃんがトイストーリーの元になって、このトイストーリーが生まれた。私カーズ好きなんです。あ、カーズは僕まだ見えてないです。カーズめっちゃ感動しますよ。なんかカーズもなんか人間の社会問題みたいなのを取り入れてる作品なの。本当でこの間のあれみたいな、ズートピアですね。そうそうそう、だからなんかね、すごい分かるっていう。見てください。はい、これメリダとお掃除の森見たことありますか？いやー、もうないです。これは優子、大島優子がこうやってます。すごいよね。見た、伊藤さん、なんか声優やってましたっけ？やってない。あら、やりたいです。ディズニーの皆様、声優やりたいです。これもこの間見たの、アーロと一緒で、これめっちゃ感動する。そう、ほぼ見てるんじゃないですかね。これ見たい、あの夏のルカ。この映画がこの放送後ぐらい。あ、そうなんだ、見なきゃ。そうなんですよ。かわいい、ポストカードがいっぱいある。あれがなくて大丈夫ですか？伊藤さんの好きな作品を当てるゲーム。でも言っちゃったでしょ、だって。カーズカーズなんか。で、正解でいいんですか？え、カーズ本当好きだよ。今回はカーズ。あ、カーズ。クイズはなかったんです。なかった。いいよ。トイストーリー4がかわいい。いいですね。このなんか背中の感じ。サンアニメーションスタジオ内は遊び心で溢れています。床や壁にはひっそりとキャラクター隠れています。あ、隠れピクサーだ。そうです。これがさっき言ってた。え、このボールかわいい。え、かわいい、これ欲しい。え、チョコ？これチョコでしたよ、私。ねえ、買おう。これさ、いいじゃん。衣装入れんの。これ使えるよね。な、使えます、使えます。リフティングバッグ持って帰ってきてる。あ、伊藤さん、そっち行っちゃいますか？実は、もうこの…あ、いた！ウッディ、ウッディ、これウッディじゃないか。ウッディ、これ誰？正解です。ウッディです。ただ皆さん、もうこんなところでまあなんか喜んでるようじゃまだまだ、はい、まだいいの？いや、一旦これは、あ、ここにはこれです。ウッディしかないです。これはもう本当はレベル1です。なるほどね。もう誰でも分かるっていう、今の試しで皆さんがどれぐらいこうちゃんと分かってるかなと思って。え、全問正解だったらこれ全部買ってくれるってこと？二上さんが、はい。ありがとう。頑張ろう。赤野郎。ほら見て、ミッキーなんだからね、今。え、かわいい、見て、この手書き風のやつ。もう一個伝えとかないといけない情報があって、はい、ここはあの値札のところちょっと見てもらったら分かるんですけど、限定って書いてる札が、限定ついてるやつといけないやつあると思うんですけど、うん、限定って出たやつがここだけ。向こうにない。
一応オンラインでも買えるんです。あ、向こう向こう。あ、向こうにもある。はい。じゃあまだ持たない。このピクサーピクサーピクサー限定とか。あ、そういうことね。はい。伊沢さん昨日ね。あれ、あ、私誰よって。びっくりしました。昨日のラインでなんか。昨日だって。明日あの何時どこどこよろしくお願いしますって送ったら、私忘れっぽいのってドリで。え、大丈夫かなと思って。最近ね、パズルハマってるの。いや、でもね、なんか。二上さんがと僕でロケ班ちょっとさせていただいたんですけど、で、はい、板野さんってパズルとかってやるんですかって僕が二人の時に聞いたら、あ、彼女は全然やんないよ。嘘、やったからこの間。もう二上くんやってっていう感じだから、多分できない。二上くん全然私のこと。だいたい4ピース繋ぎ終わったら終わるって。失礼です。まあ、あと任せるでしょ、だって人に。いやいやいや、やるよ。嘘だ。え、かわいい、触っていい？かわいい。ね、これ買いなよ、キモト君。めっちゃ可愛い。見て、キモト君美化されてる。可愛い。これ LINE のあれにしよう、アイコン。これ、ジーニーの時もらわないとダメでしょ。可愛い。え、これ欲しいんだけど。ちょっと二上さんと僕に見えてきました。うん、それかな。可愛い。あ、伊沢さん。はい。ちょっと早いですよ、もう。隠れてる。まあ、もう、伊沢さん、あの、天井と合わせて買い物するだけで、この本を楽しむポイントじゃないんですよ。まだ隠れてる。隠れてます、隠れてます。え、これ RG さん。おお。で、俺ら全然見つけられなかったよね、これ。はい。あ、これ。あの、だから、トイストーリーのあれになったって。あ、ティントイ。でも知ってましたこれ、あの普通に。あ、負けづらい。全然聞いてへんやん。びっくりした。なんかこういうのを知って、もう一回見るのも楽しいですよ ね、うん、でも一瞬だよ、きっと。あ、ニモ持ってる。かわいい。これレックスの。しかもすごくないですか、ニモのやつ。この当時、まだニモは公開されてないらしいですよ。あ、そうなんだ。でもなんだっけ、それも問題で言って、なんかピクサー作品かな、次の公開予定してる作品のなんか一部をなんかその作品で流すみたいな。忍ばしてるってことですか。そう、ここにも隠れてる。あ、いたの鋭いですね。もう分かるようになってきました。やっぱりちょっとそろそろ気づきました、うん、何か感じるな、見られてるなっていう。え、どこら辺にあるんだろう。こっち。あ、まあ、さすがっすね、皆さん。そう、やっぱこっちなの。見られてる感じします、やっぱり。見られてる感じはしないけど。難易度どんどん上がっていってるんですよ。でも見てる方向は割と合ってますよね。本当はこっちなの。おお、なんかいる。なんかいました。え、これサリー。これサリー。そうです。いや、すごい。ここはこの右に説明書いてるんですけど、はい、ピクサー内に出てくる架空の企業。うーん、確かに見たことある。すごいだからマニアックなグッズなんですよね。ピクサー出てくる企業さ、企業の中のグッズっていう。ディノコだとかガソリンスタンドとか。そうですね。ああ、ピザプラネット。ピザプラネットだってトイストーリーのあの悪いやつが。え、そうなんだ。悪いやつというかあれじゃないですか、カーズのピザプラネット。子供の、え、あ、ピザプラネットって、あ、でもほら、トイストーリー。こっちにも書いて、え、同じ底が映ってるじゃん。すごい。トイストーリー1でもあったっすね。1でもあった、そう。トイストーリーめっちゃ詳しいじゃん。なんか全部おしゃれ。クラムおしゃれだし。飾りましょうよ、板野さんち。ねえ、うちに使って。あー、すごい。え、これすごくない。え、だからそっち、左もすごいですよ、これ、実は。これこれが、ピクサー本社のマジの絵らしくて、門、マジのピクサーの会社、あのアメリカにあるピクサーの会社の、そうなんです。だからそこを目標にちょっとね、うん、行きたいです。はい、行きたいです。行きたい。いや、行きたいです。ピクサー本社行ってみたっていう動画で、うん、ないでしょう。伊藤さん、じゃあ初ピクサー本社行ってみたっていう動画で、行きましょう。カリフォルニアでしたっけ？サンフランシスコです。すいません。ここにもなんか隠れがいるのかな。あ、鋭いっすね、本当に、タナさん。え、いるの。鋭い、驚いてます、僕。怖い、もう、もはや。あ、誰、誰、どういう、え、どういう、あ、
え、ニモの仲間？誰？ニモです。ニモ？え、どうなってんの？どれに？初めにポスター見たじゃないですか。ポスターにいろいろキャラクターいったと思うんですけど、はい、あの絵だと思います。これ目ってありますか？あー、そうなってるんだ。目がないから分かんない。でもね、この泡があるからね、ニモかドリーなのかなって思った。おー、すごい。でもこれすごくないですか？これやばいっすよね。これやばい。レゴです、レゴ。え、てかさ、ウッディってこの背高いの？マジなの？こんなちっちゃいの？このサイズってこんな身長差？でも作品中もそれぐらい身長差ありません？てかバズと同じぐらいなんだけど。確かに。でもさ、バズと一緒ですよ。あ、いい感じですね。うん、同じぐらい。すごいいいですよ。なんか板野さんもおもちゃだったみたいですよ。右に、はい、あの本社の様子を書いてるんですけど。あ、なんか。もう。こんな人いるってこと？もしかしたらいるかもしれないですね。この作業されてる方も。すごーい。なんかさ、オフィスの中もディズニーランドみたいな。いや、そうね、すごいですよね。あ、こんな大きいのあるんだ、庭に。らしいですよ。ボールで人のサイズぐらい、うん、らしいです。てか楽しいね、こんな毎日このポスターの中でお仕事できるなんて。いや、アメリカに住みたいです。このボールってさ、あのさ、ピクサーの言ったそのことが書いてある。ピクサーボールは今質問しようと思ったことが書いてあった。このボールってさ、ピクサーの最初の映画の最初にしか出てこないのかなって言おうと思ったら、やっぱいろんなところに登場してるんだよ。あー、見てー、すごい、すごい綺麗。綺麗ですね。なんか名シーンがパスしよっかな。そんな集中力あります？最近パズルしたら面白かった。このタオルも可愛いって。この絵のタッチ好きですね。うん、確かに可愛い。この絵ってめっちゃ可愛い。それパズルとか前田敦子さんのお子さんとかいいんじゃないですか、一緒にやってもらったら。いや、多分パズルできないと思う。全然広がらない。これ見たい。6月、ね、楽しみ。でこの作品にももしかしたらね、別の作品のキャラとか出てる可能性もありますよね。あー、今今、あ、あ、稲田さん、あ、すみません、ちょっとスタッフがポンコツで、私含め、あの、私と高見さんちょっとポンコツすぎて、あの2箇所キャラクターを見逃しておりました。これ見た時にね、あれみたいな。そうだよね、数が合わねえぞと。マイク・ワゾスキーと、あと多分ウォーリーが、あれ、ウォーリーがいましたっけ？あ、いた。おぉ、言うまでもなかったですね。え、伊藤さん見えてないですか？こっちから伊藤さん、そうでしょ？あ、いた。いたけど、これめちゃくちゃ難しくないですか？難しい。誰？見たことあるでしょ、シルエット。敬礼してないですか？こうやってなってる。やってるでしょ。え、バズにしか見えない。でしょ。え、バズです。バズで。あれ、バズいなかったっけまだ。いや、子供とかいたらさ、喜ぶよね、こういうお皿とか。自分の好きなキャラクター出てきたら。ディズニーズ。あ、いた、いた、ちょっとこんなに感じないです。あ、いた。もう見えてたでしょ、絶対。これで全部見つかりました。あ、ディズニーストーと同じやつが。ウッディの靴。あ、さすが。え、これとかすごい可愛いんだけど。ね、高い。さあ、この絵いくらでしょうか。すごい。使ってみて。あ、何重にもなってる。うわ、すごい。しかもなんかキラキラもついてる。さあ、いくらでしょうか。当てた方に高見くんからプレゼント。ダメ。払えないですよ、絶対高いんだから。20万。40万。お、近い人がいく。20万6800円。イエーイ。いやいや、もう買わないよ。今日購入。ちょっとやめてよ。これが42万。え、これ42万もすんだ。だって全部のキャラクターがいるもんね。でもそれぐらいクオリティありますね。あ、パズルがいっぱいある。え、これすごくない？飛び出て見える。ねえねえ、あのパズルすごい。あー、すごい。サリーとマイクの持ちたい子みたいな。あー、いいっすね、うん、かわいい。なんか学生とかの方で、ね、学校のカバンにつけて
これ買わないとどれにしようかな。結局全4種類さあ、結局私が選んだのはどれでしょうか。ああもう、はい、もう分かりました僕。もう僕も分かっちゃいました。もう、え、待って、まだ決めてないもん。分かっちゃう、はい、決まった。ああ、どれでしょうか。せーの、トイストーリーの2人のやつ。おー、正解それ俺らは全然一緒じゃなかったですね、なんか言い方が。しかもバズのさ、このちょっと照れてるとこだけピンクになってるね。あ、本当だ、かわいい。見て見て、いろんなの着てる。名前何で書いてます？リトルグリーン麺だっけ。かわいいんだけどねえ、見て、かわいくない？もじもじしてる。しかもなんか目の形全部違うの。えっていうのさ。あ、本当だ、かわいい。あれはほらさ、選べるやつ。あ、これですよ。あ、これか、はい。これがガチャガチャで何が出るか分かんない。何しようもしてません、これ楽しくて。うん、てかここでしか買えないのやっぱあるの、ね、だってこんなに全部ない。あ、私これが欲しい。やってれるかな。これか、これ。あ、それ可愛くないですか。いや私これか、いやいや、これが一番。このウッディも可愛い。よし、これだ。それでいいんですか。イダさん迷わないんだから。これにしました。買いたいものは以上ですかね。買いたい気持ちは買わなくていいの。いや、買いたい気持ちはありますよ。みんなで買おうよ。いいよ、だって記念に。いい、タオルとか限定でしょ、ここ。これじゃあポーチがいい。ポーチいい。どれがいいの。ちなみに僕はやっぱ僕絵のタッチ的にね、やっぱね、こういうシンプルなやつの方が普段使っててちょっといいなって、こう色がついてるやつより。なるほど、いいなと思うんで、それで言うと僕、さあどれになるでしょうか。当てます。あれ取って、キュー、キュー、落ち。シュー、いいね、この青空。ピクサーなんです。すべちゃん、ピクサー。ああ、二人、かっこいい。ようこそ。こっちか。ようこそ。無限の彼方へ。最後までどうしたんですね。青いくぞ。素敵。まあこれが一番好きだけど。伊藤さん、このあのソウルフルワールドは知らないですか。わからない。これめちゃくちゃいい絵が。そうなの、見よう。めっちゃ派手。うちの犬に似てる。ちーちゃんみたい。めっちゃハートフル。あの夏のルカってこれ。あ、そうです、それが今年の6月。やっぱ私これすごい見たいわ。ソウルフルワールド見てください。これね、はい、木本くんおすすめ。これ去年の本当にあの一押しの映画です。ねえ、サリーに見えるんだけど。違います。ほら。違います。いいよ。楽しかったな。伊藤さん、今日どうでした？満足しました。楽しかったし、見ながら、ああこういうシーンってこういうとこから生まれてるんだなとか、ピクサーのボールもなんかずっと見たことあるなみたいなの。映画が始まる前のピクサーっていうところでしか見たことないのかな。でもなんかいろんなところで見た気がするっていうのも、まあ、謎も解けたし、他の作品で違う作品のキャラクターが出たりとかっていうところも見たので、改めてもう一回見てみたいなって思いましたし、なんか昔に見た作品とかってふわっとしか覚えてないから、トイストーリーとかもそうだし、もう一回見直したいなって思いました。あとは私はその6月公開のあの夏のルカがすごい楽しみ。6月18日公開って書いてある。ディズニー公式動画配信サービスディズニープラス入ってます。なので私はそれを楽しみに6月まで頑張ります。なので皆さんもぜひピクサー、ピクサー、ピクサーに来てください。はい、ではまず私のこれから開けます。ちょっと見ないかな。開けないにしちゃった、少し。いや、まだそれまだだけど。あ、それまず。タオル。え、あ、俺も今の色で分かったっすね。カーズ、カーズ、カーズ。カーズ。すごい拍手が。
すごい。すごい。やっぱ私が一番好きって言ってたから来てくれた。思いが届きましたね。せーの。え？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 見てないから、じゃあ僕は見てから恐ろしの場合ですね。ゆうこ二人ない、ここはちょっと揃えなかったですよね。なんでちょっと三人ちょっとでもすごいでしょ、それもそれで。そうです。お揃い、かわいいね。はい、だいたい北川さんこう、クックルカードを取るのということで、こんな感じでした。